昨日も何か覚えたし、読み方。なんだっけな満身。そう満身昨日は満身の意味を覚えた。そうそう。すごいことでしょそれって。どういう意味うん。うん。自信満々。これ、最低学歴、保育園です。いや短大です。こう見えて。 実は短大なんです。中退でも入った事実は変わらない。入学したという事実は変わらないから。え、でもちゃんと履歴書に短大中退って書いてるよ。なんか最終学歴、短大中退だよ。高卒とは違う。短大中退だって。恥ずかしくないのええ、逆に書かないの え書かないでいいの逆に書かないほうがいいえ書かないでもいいのそれ詐欺じゃないのやばいやつだと思われるからそれ二度とやらないほうがいいえそうなのいや知らなかった いや、だからか。だから、ピザ屋のバイト落ちたんかな。正社員かバイトどっちでも OK? みたいな感じで行ったんだけど、あの、私服で行ったんだよね。それだかその私服で落ちたのか、あの、履歴書で落ちたのかどっちだろう。ビク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 。カッター行くよピザ屋って何するのええー、あのね、ピザ運ぶ。 イタリアンイタリアンかなイタリアンレストラン短大の時にあのロッカーに南京錠で教科書とか全部入れてたんですよでも南京錠に設定したパスワードが私わかんなくなっちゃって1週間ロッカーの中身が開かなくって教科書が取れ 一週間、授業に出なかったの。で、そしたら、私もう、ついていけなくなっちゃって、もう、無理ってなって。最近、読書したうん小学生やから読書してない。<laughs> 読書は苦手だね。本読むのガチでむずい。だよね。本当に難しい。本読むの。 逆に小学校まで読書してたんか。ああ、してたっていうか、まあ、人生で3冊ぐらいは読んだことある。あ、でも、名ノベは読んだことあるよ。読書、あ、え、ラノとかも入れたら、何個か読んでるかも、もっと。え、本とか入れたらいっぱい読んでるし。解決どおり。解決どおりは買ったけど見てないな。な買ったけど読んでないや。確か。